はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊は大栗先生の超弦理論入門です。これはね、すごい領書です。物理学の最先端理論、万物の理論とも呼ばれる超弦理論、別名超紐理論、まあ、世界のすべては紐でできているという理論ですね。この超難解な理論を一般人向けにここまで深くかつ分かりやすく説明してくれている本、他にはないと思います。万物の理論と呼ばれる超弦理論、この理論が完成すればこの世界のあらゆる現象を全て説明できるとされています。しかし、そもそもこの理論が生まれてきた背景、どうなっていたのでしょうか。実はこの理論が生まれる前に、すでに人類は世界のほとんどをたった2つの理論で説明できるようになっていました。一つは一般相対性理論。これは星や太陽、宇宙のような超巨大で重力が大きいものの動きを説明することができる理論です。もう一つは量子力学。これは超ミクロの世界、まあ、電気の力などがこれに当たりますね。こういったですね、超ミクロの世界のものを説明することができるのが量子力学です。世界のほとんどはこの2つの理論で説明できるのですが、しかしこの2つではどうしても説明できないものがあります。それは例えばブラックホールなど、超ミクロかつ重力が凄まじく大きいものです。ミクロかつ重力が大きい世界では、この2つの理論には矛盾が生じてしまい、うまく現象を説明できないのです。この2つの理論を矛盾なく組み合わせる新たな理論はないものか、そう思った物理学者たちが苦悩の末生み出したのがこの超弦理論、世界のすべては紐でできているという理論なんです。超弦理論においては、我々の世界は縦横高さの3次元ではなく9次元ないし10次元だとされています。そんなね、摩訶不思議な現象もこの本ではごまかしなくちゃんと丁寧に説明してくれています。さすがに知識ゼロで読むのは辛いですが、ある程度量子力学を知ってさえいれば、超弦理論のかなり深いところまで学べる科学好きにはたまらない一冊ですので、ぜひ大栗先生の超弦理論入門読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。